インポスター with メイヤー。聞くねえメイヤーさん、人外シコ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 トゥン。ナイスワーイ。メイヤさんはね、結構ドア閉めを積極的にするタイプなんで、どうしようかしらね。ピカクロス、あの閉めてないな。皆さんいたわ。オラップ。あ、ちょっと今早すぎたかもしれない。おお、よっしゃ、ナイス。停電直しました。おら、ナイス。ナイス。次アーカイブ開きます。あ、了解しました。俺もアーカイブ開きます。じゃあ俺も開きます。じゃあみんなワンクッション。じゃあもう行こう。そう、別荘みたいなやつ。じゃあメイン。とりあえずメインらへんには行って、宿舎はとりあえず閉めていいでしょうということで。で、まあやっぱエレキセキュのキルがいいキルになりがちなんで、このゲームは。しこ。はい。エレキのレバータスクしましょうかね。めっちゃいるんで、まあ。しかもここの空間が空いている。悪くないかもしれない。で、ピカさんが、そっちか。こう治るのが早い。皆さんがいる。俺は上がってキルしようかな。てぃー、俺見つかりそう。ピカさんは初手エレキにいましたね。ナナコさんはアーカイブ脇だった。はい、行ったと思う。見つけたのがメインとシャワーの扉のところのメイン側。はいはい。です。ナナコさん発見でしたっけ、これ。ナナコさん、あの、すみません、はい、あのアドミンを見ちゃい。あら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 。チャバーさんです。最終です。あ、チャー僕です。パン。最終、まあアーカイブちょろっと入ったけど、俺かな。パンは？あれ？ん？あら。あとメインにです。下位と、メインには下位とハイブリ30。で、斜めみたいな感じだったんで、ラウンジ電気石油に111ついてました、うん、ラウンジが原です。多分エレキが内宮か、はい、これが石油かんじゃ、アーカイブもあったかも、うん、あ、最後アーカイブでダウンロードしてるんで、アーカイブで、あー、あったかもね、うん、で、それです。以上。シャワーさんが出てこないってことですか、あと一人、ね、じゃあメインとシャワーにしたい感じじゃない。あれ、七子さんの死体はメインですか。メイン側。あ、メイン側か。うん、じゃあメインシャワーでダブキルっぽい、ね、うん、メインかシャワー、あ、メインシャワーだったらもうオラフ君結構高いと思うんだけど、あれでもこれ言ってない人いませんか。左にも位置ついてたと思うんだけど、伊豆さんじゃない、宿舎前に、ああ、はい、あ、ハイビリからは伊豆さんの白が出せそうで、停電ぐらいの時にエンジンルームで伊豆さんに会っていて、で、停電中に配線タスクだけあってすぐにメインに行っているので、その時扉も開いてなかったから多分できないと思う。停電めっちゃ早く、うん、序盤バイトルも行きましたね。僕が昇降機右でめっちゃ爆速で、うん、ある馬に隠し通ってるかな、うん、あ、ありがとうございます。まあ一応直して上がってアーカイブ行くときに高田さんと違いました。ハイブリさんってどういうルートでメイン発見しました。停電なったタイミングでエンジンルームの配線タスクにいます。エンジン側からですか。そうそうそう、了解です。で、すぐ直って、扉を開けてメインホール入ったらっていう形です。ピカさん見てないかなと思って、ピカさんも初動エレキいたんですよ。ピカは見てない。僕が会ったのはプテ君と伊豆さんだけ。あ、うん、ホラさんどうぞ。あ、いや、あの貨物で停電直した人とかいないですか。あ、僕が昇降機右で直してます。あ、貨物は誰もいないのか。あ、一応停電になったためにゲンがいました。でもすぐ直ったんでラウンジ行きました。
うん、シニアってどこって言った、僕エレキです、ずっとレバー助けた。シャワーの2人がどっちかだと思うけど、うん、うまいこと死体を乗っ取ったが、でオラフ君がマットになるのかな、これは。うん、死体プラス、うん、どうだろう、死体と俺と、いやでも七子さんメイン判定だから、うん、どうなってんだ。うん、これキルしてえな、プテハシ。これいいキルじゃない？うわー、うん、あら、今さ、エンジン側から米サバの扉って開けた人いない？いないか？いるよな、誰？出ないと。え？俺武器庫側から米サバを俺が直したんだけど、エンジン側の扉って閉まってたと思うんだけど、開いてたんだよ。でも人がいなくて。うん、直した後っていうかね、なんて言ったらいいのかな。俺武器庫側からコックピットのタスクやってから米サボ直しに行ってるのね。ああ、はい。で、コックピットが出た時、あれエンジン側の扉開いてるけど、誰も米サボの方来てない。最後アーカイブの、私アーカイブなんですけど、アーカイブ左から右に走り抜けた自覚のある方います。最後っすか？一番最後。え、誰もいないよ。俺がアーカイブのタスクやってて米サボ中だからうろうろしてたのが俺かもしれないですけど、僕ずっとアーカイブいましたけど、アルマが多分ダウンロードのとこにいるのと、はい、でハイブリさんが、下に行った、シャワールームの方に行ったのしかは確認してないです。これはあとメイヤさんかな。あ、メイヤ君とアルマ君とゲンさんはハイブリ死にしており、シャワールームでタオルタスクを、はい、タオルだけ回収し終わって、とタイミングでメインシャワーの扉が閉まってるから入ってこれる隙間はないと思う、うん、これやばいな、うん、結局袖切ってゲンさんが人外っぽいかな。そうか、チーフっています。あ、いいな、うん、このままだと結構僕怪しい位置なんで喋っていいですか。あ、どうぞ、はい、すいません、さっきの初手切のターン僕高田さん視点で僕無理かなと思っとって、ラウンジとアーカイブ間でアルマ君と一緒にタスクアーカイブ最初やってラウンジ行った時に高田さんとすれ違ってるんですよ、はいはいはい、あ、そうそう、それはそう。で、その後僕ラウンジで、アーカイブに戻って、アーカイブとシャワー間の扉を僕が開けてシャワーに入ってこのレポートって感じなんで、これただオラさんと高田さんはかなり疑わしい位置になると思ってて、プテさんが死んだことでアドミン情報してるんだから、今のやつな、今のターンはオラ君弾けます。そう、ね、見合ってる人全員言ってほしいかな。あと確実におかしくて、絶対あのコミサボにプテが、そう、その高田さんの情報で怪しい人物上げるのはもう伊豆富士しか余ってないです、うん、僕はエレキで浮いてますね。じゃあその辺や。ただ僕は初手キルは関われないかなって思ってるので、一旦スキップでもう一回ボタン押しません。うん、いいと配置していけるかな。あ、俺は藤宮に入れちゃった、うん、僕だって初手キルエレキでプテさんのアドミン情報も出てるから、まあ、メインは一応いけないことはない。右行きます、ボタン行きます、アーカイブ開けます。うんうん、お、これいいんじゃないか。うんうん、いや、オラフ君ここにいんのか、きついなこれ。ああ、ナイス、ナイボー。今ゲンさんどういう動きでした？藤宮さんとオラさんを見張ってました。うん、まあ、上に一応俺とゲンさんとはいた、はい、うん、見てた、シンプルにプテさんキルに限った話をさせてください。アーカイブに行ったのが結論、私、メイヤさん、アルマさんで、ハイブリさんもおられたんですかね。ハイブリさんが最初に、はい、一番最初にいたかな。この位置、ね、うん、でこの位置にプテさんは来られてないっていう認識で合ってますか？見てない。そしたらこの4枚は大丈夫かと思うんです、うん、あのね、俺が偽証してない限り確実に嘘ついてる人がいて、コミュのところに確実に来てるはずなので、人が、う
ただハイブリさんって最終どこに行ってるんですか？ハイブリさん抜けたのは結構早い。シャワーにいる。あ、シャワーにいる。ゲンさんはそれは見てるんですか？いや、ハイブリさんの死にはすみません、序盤だったかもしれないですけど、なのでさ、もしこのターンでメインとシャワーの扉が閉まってるのを確認してくれてるとかいたら、それはメインシャワー閉まってましたっていうぐらい、うん、開けました最初に。これ藤宮君結構疑いちゃうから、藤宮君が出るのはあれ、いや、なんで僕が疑い値になってるのかがわからないですけど、僕は初手切る、バイタル情報、プテさんのアドミン情報でエレキ1が出ており、まあメインのキルには関われますけど、うん、そうそうそう、っていうぐらい、ね、でメインセキュリティの11が不自明だったよね。そう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 、俺がセキュリティにオラタカと、あと結局シャワーの人物が出てないから、どうやったって、あ、まあそれ言われるとちょっと僕しかいないんですけど、一応僕は宿舎に行ってるっていうのは多分ハイブリさん、まあ、死んでるけどプテさん、あ、じゃあ僕を疑うならもう藤宮イズで、完全に配置してローラーっていう風にしてください。うん、うん、ここは最後、伊豆って今なんで降りてきたの？誰も左に待機してなくて、ボタンを押そうとしたけど、リアクターが入ったんで左誰も入ってないやろなと思って下がっていったら、高田さんが直してくれてたんで上に上がりました。ゲンです。2キルの日は私ラウンジが最終でプテさんからの助と合致してます。エレキから、バイタルカモと言ってて、カモで停電が速攻直ったって話も出します。ゲンさんはまっすぐゲンさんはね、ゲンはキルできないです。人外だと思うんだけど、誰に票合わせますか？もうじゃあ伊豆富士宮で決めてください。で、あ、俺はね、もうアルマに投票合わせるわ。うん、俺アルマシロ。アルマシロ決めたんだっけ？あれ？そうだよ。いや、キル難しいんじゃないですか？うん、一番難しい。初手のキルでアルマに高田さんが白に出せるんだったら、ね、うん、いや伊豆富士のランでいいと思うけどな。高田さんこのボタン白いと思う。いや、だったら8位なんで合わせて、うん、アルマが示して。いや、ランでいいと思う。ランに。オッケーです。おお、めっちゃやばそう。これやばい、ね。この寄り方はやばそう。僕だけ藤宮君に入れちゃった。じゃあもう一回行きましょう。じゃあ僕、はい、オラスさんが藤宮さんに入れたのにこの表なんですね。一さマットあんの？これはヌーン奪った方がいいのかな。うん。うん、リアクターはちょっと危ないかな。ボタンいねえのかこれ。キルできないか。まあまあお土産としていいでしょう。はいはい。リフト左リフでアルマくんの死体。多分右端に藤宮くんが見えたと思う。メイヤくんが下から来ているし。うん、オラフ君が右のリフトにいたはずなんで、あ、僕右にいましたよ。ずっとはしごを上り下りしてました。怖くて消されるのが。え、ゲンさんも？ゲンはいやミーティングでタスクしてました。ボタンないんで。てか、ハイブリさん今どういう主張してます？直したと思いますよ。証拠機右で、オラフ君と藤宮が証拠機右にいて、コミサボが鳴ったんで僕は、証拠機右アーカイブ、シャワーメインって言ってます。オラフ君ってさ、さっきのターン確実に藤宮に入れた？あ、僕入れましたよ、藤宮君に。嘘ついてない限り、うん、イズマットになるよね。ですですです。うん。だから藤宮ほぼインポスターになるから、むしろ。あの、救ってる投票っていうか、オラフ君がマットっていうのはない。あ、僕、停電直していった。1回目。あ、でも、結局シャワーの数も合ってないから。シャワーの数は僕、高田さん、死体。結局死体。うん。で、メインが、ハイブリさんと死体でしょ？うん、だからオラフくん、オラフくんが、オラフくんしかなくない、むしろ。あ、僕、あ、僕が何、あ、このキルってこと？いや、そう、結局投票的に伊豆さんかオラフくんどっちかが陣外ってなってるじゃないですか、今。藤宮が1票しか入ってないから。で、シャワーの3で、結局もう、オラフくんしかいないと思う。藤宮くんが俺の最後、アルマくん見せたときにはいたはずだから。ゲンさんもね、近くいるはずなんだよ、近くはできるんですけど、私、2キルの時できません。あのプテさんの情報を思い出していただきたいんですけど、はいはいはい、私はエレキ、バイタル、貨物、ラウンジと言っており、でプテさんからラウンジ1がゲンであるっていう情報まで出てきます、はいはい。ので、ゲンは最悪マットです。2キルの日の情報なんで。メインキルがでもさ、藤宮がエレキからのやつでやってたとしたら、ゲンさんが貨物からのあれでベントとかでシャワーキルとかできるんじゃないの？
貨物からのベントでシャワーキルをした場合は、まあ、ただ私停電になったタイミングが貨物だったんですよ。ですぐ治ったって情報出してるので、ベントとか入ってたらまあそういった情報は出しにくいかなと思うんですけどね。あ、ていうか、まあ、藤宮くんが俺視点は人外なので、はい、とりあえず藤宮さん落としていいと思って藤宮釣りはいいと思うんですが、でそうなると多分アドミン情報からシャワールームの中に死体やから、うん、そうね、ベントに逃げてランチまで行く、おいー、いやー、もっと票割れると思ったなんか思ったより伊豆さんに入りますね。伊豆富士は伊豆さんに入れちゃうよ、ね、そうでしょーと思って、まあ、でも結構高田さんからヘイト買ってたかなと思ったけど、いや、ハイブリ三振で俺がキル関われないから多分藤宮さんの方に1票入るなと思ってて、まあ、あんなにこ れ, かこれ1キル目はあれ どこで死んでるんですか。メインとシャワーで、あ、違う、ピカさんは多分石油とかそこら辺です。じゃあ富士宮名やか。あ、そうっすね。だからローカルで待機したんすよ。出端がアドミン見るから乗っとるしかなかったんや。いや、うまいね。それでも逆にアドミンでね、落ちちゃってるから、アドミンから詰められたらタカオラフローラあった、うん、え、こんなの扉開けたな、富士宮さん。うん、あ、プテハシさん、プテハシさん、あ、プテさんか。あれ、まあ、言うか迷ったけど、うん、その異物が当たった、ね、残りあといないからきついな、ちょっと。まれに見るアドミンが逆に敵になりそうな場面でしたね。困惑の材料になりましたね、うん、いやー、固まってるなーこれきついなー。いやー、これはボタンないのか。あれ、やばいな、もう1キロ起きてるから。いや、でもそうするしかないよね。あと1キロで勝ち。いや、これはでも、あ、ワンチャンある。ゲンさんがアドミン見て、ゲンさんがアドミン見てるな、これ。エンジン2で、え、2アドミン見て、アドミン見てない。コミさんも、コミさんも入れたい。あ、さん、コミさんも入れたい。あ、高田さんエンジン左に行く。コミさんも入れたい。キル入ってんの、これ。いや、でもエンジン見た、エンジン見た、エンジン見た、エンジン見た。どうだ、どうだ、どうだ、キル間に合うか。間に合うか。あー、間に合うぞ。あって、いけ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 。うわっ、おぉ。はい、ゲンさん、メアさんです。メアやね。オラフさんが死んだのはどっちのレポートだったっけ。ハイブリさんだよな。エンジン2がついてって、私コックピットでアドミン見ていいから行ってるんで。あ、メインで死んでんじゃない、死体もう一個。あ、シャワーかな、メインか。なんかその辺ついてたはずだから。うん。コメサボ直したの僕ですよ、でもさっきの。さっきの。このターンはゲンが直しました。俺、このターン俺が直して、で、後から多分ゲンさんが右から来てると思うんだけど、オラフ君とゲンさんが多分、初動でメインから右に行ってるはずで、僕はミーティングの方のミーティングのタスクをやって、コメサボが鳴ったから、下降りて、宿舎、エンジン、コミュニケーションでコメサボのタスク直してます。ただこれ、高田さんがもう、宮さんに多分入れてるんで。だって、ゲンさんとコメサボの前で合流してるし、俺。そうなんですよね。え、直した、あれですよね、後ですよね。うん、直す前。俺、ゲンさんにコミサボの扉の前で、ゲンさんにコミサボ任せて、俺タスクやりに行って、ゲンさんと一緒のアドミンを見て、じゃあ無理だーっていうルートだから、あと6秒だったんだよなー。ねえ、確になって。高田さんも入れちゃってるからな。あ、そう、いや、もう自視点、絶対ゲンさんできないから。ですよね、2キロは使うと思う。2キロは絶対できない。うん。いやー、マット誰だ。いやー、ナイスファイト。いやー、藤宮ごめん。いやいや、惜しかったっすね。キル取っとけばよかったね、あそこね。いや、これはお上手でしたね。うん、ねえ。トテキルが。トテキルが。すごい。石油が死体。あと、オラフさんの発言が地味に聞きましたね。僕しか藤宮さんに入れてないのみたいな。いや、確かに、あれ強かった。伊豆さん、いや、割れると思ったのに。いや、全然割れると思ったな。うん、全然割れると思った。確かに。てか、高田さんが藤宮に入れないのが意外でしたね。ちょっとそうですね。あ、なんか議論聞いてると伊豆の方なのかなってなってきたから、あとなんか降りてんの見ちゃったから俺、行ったのか、ちょっと人外っぽい行動見ちゃったから、そうそうそう。